こんにちは、ジャズドラマーの黒田です。今回は、レギュラーグリップについて、質問がありましたので、この角度から、解説したいと思います。まあ、レギュラーグリップ、桃栗3年かけ8年じゃないですが、マッチドグリップ2年、レギュラーグリップ7年ってよく言われます。それぐらいすごい習得が難しいですね。すごく不自然だし、でこれは前も説明したみたいで、そもそもこうスネアドラムをこう馬に乗るみたいな、こう縦に持った時に、こういう風に持ってた時に、まあ、皆さんこうやって演奏してたんですよ。マッチドでちゃんと演奏してたんですけど、で誰かがこうこれをこういう風に持つとやりやすいんじゃないのって言ってやり始めた、まあこういうところから発祥なんですが、もう今はセッティングはこう縦に持つことも必要ないですから、あんまり必要なくなってきてるし、これがもう利点はこの指先でこう表現できるっていうところが利点ですが、あとこう角度をね、こうすごく変えれるっていうのが、簡単に変えやすいっていうのが利点なんですけど、現代の人はもう結構みんなマッチドですね。ビル・スチュアートもそうだし、エリック・ハーランドもそうだし、グレッグ・ハッチーソンもほとんどこのレギュラーでマッチドの方を使ってます。レギュラーあんま使わないですね。僕も使う瞬間はあるんですが、演奏の8割ぐらいはもうマッチドで演奏します。ただある一定の時期のビバップの雰囲気を出そうと思うと、こっちの方が出しやすい時があるんですね。なのでやりたいっていう人がやっぱりいると、やっぱりこうその人のためのこう練習方法とか、コツを教えようということで今回は作りました。ですね、視点がこの辺になって、で親指のここの腹の部分で、ここの部分で力点でこうやって押すんですね。だからこれだけでこう変えようと思うとこう難しいので、こういう角度にしてこうひねることによってこう弾ませる感じで、最初の頃はこう親指の練習するのにこうこうやって練習するんですけど、これはもうできるだけこう直角じゃなくて、こうちょっとこう角度が上に上がるようにすると、こう親指がね、こういう角度でこういう風に立ててるんです。で実際演奏するときダブルなんかの場合はこの親指だけでできるんですけど、基本的には指をかけます。は結構人差し指かけるんですけど、これもこっちの練習をするときにはとか、まあこうやって練習しろって言われましたが、で、まあ、長い時間こう登録してると疲れてくるんです。っていうふうに僕は切り替えて練習してましたが、こう切り替えるときに結構音が途切れないようにする練習をしたりとかね、ここで叩く場合と、人差し指かけて叩く場合と、ま、両方かけたりこっちだけかけたりとかして叩く場合があるということですね。で回転させるときとかは親指をこれぐらいまで回転させないといけないので、こう手がかなり辛いですね。右手と高さアクセント合わせたいんで、直角まではね、垂直まで、地面に対して垂直なところまではこう持っていきたいところですね。なのでこういうふうに持たなきゃいけないので、手首を入れるとするとこういう動き、指だけだとさっきみたいな、という動きで練習します。なのでまあ最初のうちはこう指の親指の練習を結構しますね。に練習します。かなり手には負担がかかりますね。こうマッチドって体重がこうダイレクトに乗せるのに対して、どうしてもレギュラーって上に親指しかないんで、だからすごい音量がこう分厚い音量とか音圧が稼げないんですね。だから現代系のディストーションかけたギターが入ったりとか、結構音圧のある楽器、オルガンと演奏したりとかね、ハモンドオルガンと演奏したりすると、やっぱパワーがいるんですね。そういうタイプの人はみんなこっち持ちに ならざるを得なくなってくる。現代系のね人たち、ポップスなんかもやる場合はこっちの持ち方にならざるを得ないって感じですね。なのでみんなこっちでこう、まあ、レギュラーに近い
やつをやったりとか、僕の場合は本当にビバップっていう曲をやるときだけこっち持って、現代系の雰囲気が混ざった曲の途中でそういう風にしたかったら、そうするときは、まあ、基本的に持ち替えの練習をすごいしましたね。だから基本的にこう、この人差し指のこう、ここね、でこう、こういう風ですね。なので演奏中によくこう、こっちに持ち替えたいときに、こっちに持ち替えたい時っていうのを練習しました。この2本のこのスティック回しの色回しを使って親指外してこう持つ、こっちは今度逆に一つかけておいて逆に戻すっていう練習をしてみてもらうと、どっちも使えるんではないかなと思います。まあラテンなんかの場合はどうしてもね、リムショットをするときに、これはあのカール・アレンに言われたんですけど、あのジャズフェスでね、あの向こうのジャズフェスで僕あのまああの生徒で出てたんですけど、こっちで叩くともう首がもう詰まるようなこの音になるから、絶対リッチな音出そうと思うと、こ絶対こっちだと、プロは絶対こっちしか使わない、こっちで使うってことはもう音にこだわってないアマチュアのやることだって言われたんで、僕は何が何でもこっちでやろうと思いましてですね、こっちでやってるとどうしてもパッて持ち帰るときってこうで、マッチだったらこうなっちゃうじゃないですか。だからこれってレギュラーだと結構持ち替えやすくて、こうですね、こう持ち替えやすい。で、そこからマッチ度に行くように、みたいな、行ったり来たりでできるように練習しておくといいかなと思いますが、これは、まあ、今回ビデオ、上級者向けが多いですが、この上級者用の練習、でもこれって本当に7年とか本当にかかっちゃうから、同時に練習してましたね。やっぱマッチ度で必ず半分練習はこっちでやって、レギュラーもうルーディメントはもう全部レギュラーで僕は練習してましたね。僕兄弟弟子になるんですけど、あの菅沼浩さんの弟子でもあるので、あの坂東くんがね、あのスクエアの坂東くんがまだ本当にあの高校生だった時ですね、一緒にあのこう発表会出た時なんか彼ともいっぱい話してましたが、彼はもう全部こっちでやるから全部こっちの練習に切り替えたんだみたいなことを言ってましたが、まあ本当に若い時からうまかったですね彼はね。ということでございまして、このレギュラーグリップ、マッチドグリップの練習方法と、まあレギュラーグリップの練習方法ですねと、まあ、マッチドグリップでの持ち替えの解説をしてみました。以上です。ありがとうございました。